日は友人と昼飲みに行って帰宅して、もう今お風呂に入ったところです。もう家に帰ってきたのが18時前ぐらいだったので、今日も健全です。では購入品をご紹介します。まずドラッグストアで買った化粧品はこちら、キャンメイクのクイックラッシュカラーです。これはマスカラ下地として毎日使用していまして、もう何年も愛用しているものです。続いてこちら、エリクシールの UV 乳液です。名前はデイケアレボリューショントーンアップ日中用乳液です。今私スキンケアはエリクシールを使っていて、この日中用乳液は好きな美容系 YouTuber さんがすごくおすすめをしていたので、同じスキンケアのライン使いということで一度使ってみようということで購入しました。続いて服を買いました。こちらもざっとご紹介します。トップスは3点購入しました。1点目、こちらのニットです。全体的にラメ感がありますし、このね、裾の部分がふわっと広がっているのが可愛いなと思って、これ冬はもう寒いと思うんですが、今の秋の時期に1枚使いでぴったりだなと思って可愛くて購入しました。2点目、こちらのシャツです。これもね、形がね、先ほどのニットと似ていて、裾の部分が広がっているのが可愛いです。パンツに合わせるといいですよね。こういうチュニック型というのはお尻も隠れますので、体型カバーもできます。これもまさに今着る服ですね。3点目、これはね、買うの迷ったんですけど、試着したら、いや可愛いと思って、スウェットなんですが、なんといってもこの肩についてるフリルがすごい可愛いですよね。で、素材もね、すごく気持ちいいんですよ。まあ、これはね、仕事場にスウェットを着ていくというのはさすがにラフすぎるので着ていけないんですが、休みの日にはもうこれガンガン着ると思います。デニムに合わせると可愛いですよね。こういうね、私フリルが大好きなんですよ。でも最近のね、私の悩みで、自分の着たい服と似合う服って年々変わってきているんですよね。私はもう昔からピンク、フリル、リボンが大好きだったんですが、もうね、さすがにこう着たくて着ても鏡の前に立ってる自分にすごく違和感を感じてしまう時があるんですよ。なので、もうそろそろ可愛いだけじゃなく、年齢に見合った服装をしないといけないなっていうのも痛感しています。いや、でもこのフリルは大人が着ても可愛いですよね。ラスト、黒のすごくシンプルとしたパンツなんですが、これはね、お店の戦略にまんまとハマったなっていう感じなんですよ。私今日ね、ワンピースを着ていってしまったんですね。ですので、試着する時に上の試着をしたくてもワンピースを脱がなきゃいけないので、下が、まあ、あの下着はつけてますがスポンポンになるわけですよ。で、その逆で下を試着したくても上は脱がなきゃいけないので、もう上はおっぴろげになるわけですよ。まあ、試着室は自分しかいないのでそれでいいんですけど、いつもね、買ってるお店は、まあ、そういった方のためもあると思うんですが、トップスとボトムスそれぞれお店のおすすめ商品ですって一組フィッティングルームに置いてあるんですね。ですので、今回私トップスを3点試着してもらうのに、このパンツお借りしますって言ってフィッティングルームにあったパンツを履いて、上のトップスの似合い具合やサイズ感を確かめていたんですね。それがこのパンツだったんですよ。で、ものすごく履きやすくて、もうまんまとこのフィッティングルームに置いてあるこのパンツも欲しいので、新しいのくださいということで買っちゃったんですよね。まあまあ、どれもね、今の秋の時期にぴったりな服だと思うので、もうガンガン着たいと思います。